さあ、ということで、監督に呼ばれてきましたけども、我々も、いやちょっとね、実際に僕ら今、乗ってきたんですよ、うん、車椅子、渋谷の街こう走ってきたんですけど、うん、ちょっともう二度とやりたくないと思いました。だから、毎日ですもんね。坂とかもやばいよ。坂やばいっすね。あとなんかある程度進んでる場所はあったんですよ、バリアフリー化してるみたいな場所もあるんですけど、それでも嫌ですもんね。本が大好きなんで、紀ノ国屋書店に入れないことで絶望してました。本屋様も行けないのかなと思って。だからインターネットでってなっちゃう。そうなんですよ。でも本屋さんのいいとこって手に取って質感とかその匂いとかその全てがいいもの、それを味わえないんだって思うと、あ、ちょっとチャラ男忘れないで。あ、すみません。チャラ男の匂いについて語らないんです。すみません。すみません。すみません。変な感じになっちゃいました。結構言ったら重たいとか、センスっていうようなテーマだと思うんですけど、そもそもなんでこれを撮ってみようというか、あの熊代さんっていうあの映画にも登場してる方なんですけど、熊代さんにインタビューして、で障害者の性という実態を私のそのマットで目の当たりにして、で女の子ってどうなのみたいな。男の人はね、デリヘルとかいろんなサービスがあって、それでもやっぱり障害者っていうだけであの入れないところってほとんどなんですよね。だからそれを思った時に、男の人はそれでもサービスある、じゃあ女の人はってなった時にんって思って、確かに考えてて、でちょうどそれから1年ぐらい経った後に、あのセックスセラピスト、アメリカにあのドクター、ちゃんと障子さんなんですけど、そういう性をちゃんと見る方で、もうそういう障害者だじゃなくてトラウマにあった人とかっていうので、あの彼女にインタビューしたら、あの下半身不随の方って、あのやっぱり何も感じないから、ご飯を食べたりお茶を飲んだりすると、やっぱり1時間後とかにちゃんと時間を計っておトイレに行って、でカテーテルっていうのを入れて排除するっていうのが流れなんですね、やりたいって思わないから。でそれいう体なんですけど、女性はひょっとあのたまにあの自然分娩ができると思っていて、すごいあの真面目な話ですけど、いやいや全然バシバシってなって、なんか人間の魂って素晴らしいと思って、その、ね、出ようと命がお母さんの力を借りずにでも出てこようってするその魂ってすごいなと思って、そこからこの話、そこからこの話広がりましたね。すげえ広がりましたね。でもなんかね、最初は本当にその下半身不随の女の子がどんどんこう自分を探していって、まあ、家保護のお母さんがいてっていうストーリーだったんだけど、はい、オーディションを実際にした時に主人公に選んだ女の子が脳性麻痺の人だったんで、速攻脚本書きますみたいな、あと2ヶ月書き直しますみたいな感じで、そんな感じだったんですね。ストーリーがもともとあったけど、選んでもう一回変えたって書き直した。大体の筋はこうっていうのあったんやけど、やっぱりね、素人の方に全く演技してことない人たちに無理やりこのラブストーリーやり何やりってこの子の持ってるものを生かしたいなってすごい思ったんですよ。なるほど。で全部やり直して、やっぱそういうとこ生かす方がなんとなくこうリアルなっていうか、なるほど、私はそういう作品を見ててホコッとする人なんで。でもホコッと言ったら監督の昔の映像を見させてもらいましたけど、あのほぼフワちゃんでしたね。今で言うフワちゃんは知らないですか。知らないですね。知らないですかね。令和の、はい、シノラーみたいな、はい、シノラーは誰か分かんない。シノラーもそうか、シノラーがもう監督見て作ったかもしれないですね。逆にそうはないと思うけど、あの人なんて言うんでしたっけ、篠原ともえさんっていう方がいて、はい、それが監督の真似してる感想ですね。撮影に入ってくるわけですよ、入ってみて大変だった。いや、もうさっきね、二人が車椅子をやって耐えられへんっていう、もうまさにそこだったんで、だからロケーション見て、あ、ここいいよね、段差大丈夫だよねって思って、こう入ろうと思ったら入らないとか、段があるから、かもう本当にこれぐらいでもこう誰かから押してもらったりしないと、あの手動の時はね、ここからできるんだけど、電動とかも結構難しくて、これぐらいだともうカツンって終わっちゃうんですよ。だからやっぱりあのブロッキングって言うんだけど、こうどこからこっちに行ったりってするときに、こう回れないから振り返れないから、全部そのカットで、どの位置をカメラを例えばこう
置いてて、うん、で2人がドアを出て帰ってくるなんかすぐできない、はいはい、でもやっぱその幅をどういう動線を作るとか、ね、どのタイミングで回るっていうのでどんどんこう変えていかないといけないっていうのと、やっぱり一人の女性の成長期なんで、はい、彼女がどんどんその45日撮影した中でどんどんこう大人っぽく見せていかないとダメ。なるほど。その映画の期間はね、そういうことか。そうそうそう、嘘ついてるというか変な話。そうそうそう、ね、ま、そういう期間マジックムービーメイキング、そういうことか。それっていうんですね。そうっていうんですよ。あ、だから45日間で変わっていく様を全部作っていかなきゃいけないっていう。そう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 。ってなるとカメラの位置は本当にこう細かいところでちょっと上げて上から落としてとか、下から上げるように落とすとか、メイクとかもじゃあちょっと変えて、そう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 、うわー、動くんですよね。視点が全然違いますもんね、車椅子の方と。うん、だよね。映画を、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけど、最初本当にもう車椅子に乗ってる人たちの目線からずっと入っていって、で気がついたら彼女と寄り添って生きてるっていう、そういう感じで楽しんでいただけたら。撮り方もこれは見ないとだ。見てください、よろしくお願いします。これは見ないとだ。お前は頼むわ、見て。あ、しかもなんか障害者の性について扱ってるのも珍しいですよね。うん、で性もやっぱり、ね、障害があってもなくても人間だから。いや、もちろんあることですね。キスしたいと思うし、ね、ハグもされたいと思うし、もちろんエッチもしたいと思うし、だからそういう意味でこう、うん、隔たが見えない氷をこう溶かしていく、こうバナーでみたいな。なるほど。いや、確かに溶かそうと思ってなかったですね、僕は。はい、見ちゃいけないものだっていうのはちょっとありましたね、うん、そういうもの。そうそう、でもね、うん、事故でいつどうなるか分かんないからね。そうですね、うん、自分たちも実際そうなったら、うん、そうそうそう、だからあっという間にそうなっちゃうから、うん、でもやっぱりその中でこうみんなで手をつないでね、うん、なんか平和な楽しく、うんうんうん、そう、なんか逆に気使うと向こうも気使っちゃうから。いや、そうですね、普通に対して多分ね、やってたもんね。そうですね、だからこっち側が結構過剰になってたりしたりしてて、うんうんうん、なんか意外と話聞いてみると、うん、まあ、障害ってこういう感じとか言葉がすごくハードルを上げてるような気はしてるんですけど、うんうん、本当に本人たちはコンプレックスというか、うん、僕らでいうハゲとか、うん、デブとかハゲとかデブとかヘチャパイとかそれぐらいのレベルで、うん、そのあんまりそんな風には感じてないよみたいな、うん、ことを聞いたりするんで、うん、それぐらいに感じてるのにいろんなことを諦めて、うん、そのできないことが多いっていうのが、うん、もっともっと僕らも距離通りいいんじゃないですけど、うん、その距離感を詰めていけたらなっては結構思ってたんですよ、ね。うん、ああ、素晴らしい。そうやって思って素晴らしいですね。なんか、はい、今いろんな賞を取られたじゃないですか、うん、監督が感じる、こういうとこが評価されたのかなって思うことがあります。そうですね、だから基本でもワールドワイドで思ったのは、はい、本当にみんなが触らないトピックを触ったっていうところは 100% ありますよね。なるほど、うん、だから、ね、タイトルも37セカンズってなると、うん、最初にみんなスリラーみたいな、サスペンススリラー、でも車椅子乗ってる女の子はどこまで速いのみたいな、やねんけど、37セカンズになるとそう思うんだけど、でも実際はその37秒間生まれた時に呼吸してなかったせいで障害者になったっていう、そうじゃないですか、うん、ってなるとやっぱり、ね、私にしたら37セカンドその37秒って一瞬残ったから、うん、37秒ぐらいで人の差別ってどうなんてこう思ってタイトルをみんなで作って、でそれをやっぱり海外に持ってったらみんなやっぱり同じ感じでこう私が思って作ったことを全部ちゃんと拾ってくれた、うん、でやっぱりその東京であって、でも東京ってやっぱり日本だとお寿司であったりとか、はい、すごく桜の寿司なんとかみたいな、はい、ザ優しい日本人みたいな、はい、でその裏のこうなんていうの、そういうデリヘルとかも知らない人がたくさん海外闇の世界っていう、そういうことか、日本のいいとこしか、うん、押し出さないですもんね。そうそう、っていうその日本人っていう、こうみんなが見て富士山、日の丸、忍者忍者そうそう手裏剣っていう世界がある中で持ってきたのが全く知らない世界だったから、うん、37セカンド
そういう意味ですね。そういう意味があるんですよね。ああ、そうですね。僕も生まれてくるとき泣かなかったんですよ。あ、そうなの、はい、何十秒間か泣かなくて、あ、これはもう、やばいってなって、うん、でもまず弱いですけど、泣いたんで、うん、ということで、でも一応障害者として、あの、区分分けはされてた、最初は。いや、それは分かんないです。結構ね、はい、記憶めちゃ早く飛んだりとか。だから、あるんですよ、多分。ただその、多様性として認められてるっていうか、そのまあいいじゃんっていうぐらいの。でもね、障害なんてほら、個性。そう、はい、個性と、やっぱり、あの、みんな持ってないって言ったら持ってるし、分からないじゃん。うん。うん、だから、普通にこうね、こう歩いて、普通に生活してる人でも、うん、心の病があったりとか、ね、全然すごい立派なお金も持ってるし、お仕事もバリバリやし、なんか自分に自信がないっていう人も、それも心の病あるし、って言ったら障害者っていう、その区切りは何なのってなったら、まあね、見かけのその障害、車椅子乗らないとダメとかいうのはもう分かりやすいけど、ってなると何が障害なんていう。確かに、分からない障害いっぱいありますね。うん、心でもありますよね。うん、それもそうだから、うん、だからそういうのをケチ出して。でも確かに、凛太郎さんもね、弱いですもんね、気持ちが。気持ち弱いし、すぐ泣いちゃうんですよ。あ、そうだよ。いや、関係ないよ。感じで言えたからです。そういうことですよ。捉え方で、個性になる。あ、じゃあ役者に向いてるからね。そうですね。だから、監督の映画見たら、まず37秒ぐらいで泣いてる可能性がある。37秒持たないじゃん。泣いたやつ、あのビデオとか撮ってくれ。凛太郎なんかしたら。監督にそれぐらいの。まあ、でもやっぱりね、監督の熱とかそういうのも今日浴びてみて、実際熱量とかも、うんうん、まあ、僕らとしてはまあ OK、 はい、最終的には僕はハリウッド目指してるから、まあ、そうなってくると解散も全然ありますよ、はい、それぞれでハリウッドスタートして、はいはい、磨き上げて、まあそうね、作品で合流できればいい、そういうことですよ。それぞれの道行って監督の作品で俺らがバチッて会う、ね、おお久しぶりだ、ライブエモいっすよ。じゃあ改めて監督、ね、はい、ハリウッドよろしくお願いします。僕らもちろん、あの、はい、あの名前に変えといて、えっ、本当にオーディションするけど大丈夫、オーディション行きますよ、任せてください。いやいやいや、これはね、これはハリウッドはね、ブラッド・ピットさんでも若い頃オーディションしてましたよね、うん、若い頃でしょ、うん、でもまあ今はね、でしょ、いや日本のブラピですよ。俺ディカプリだ。ブラピとディカプリです。まあ、簡単な演技ぐらいやったよ、ね、その時。いや、俺はオーディションからバチバチ。めちゃくちゃやる。お前決めに行こうとすんだ。俺ちょっとマジでオーディション呼んでください。お笑いじゃなくなってるだろ。あらゆるオーディション呼んでください。あの主役級からそうでもない役まで全て全力で演じさせてもらいますんで。ってことは今日呼ばれたのは実際にもう出れる確定ではないってことですか。また電話します。偉そうなんだけど、いや今日違ったんだ。オファーってそういうのじゃなかったんですか。俺らもう絶対出れると思ってここまで来たんですけど。いや、なんかでも考えることがあの、逆にカメラ持って、はい、あのハリウッドに来てくれて、はい、ハリウッドで撮ったら、でもハリウッド映画で何言ってるんですか。自作ハリウッド映画です。誰の使いじゃないんですか。ハリウッドで撮ったって言ったらハリウッド映画言った子たちやね。確かにそうですよ。だから YouTube 映画、 YouTube ハリウッド映画まだないでしょ。まだない。いや、あるか。もうダメだ。お手上げだよ。あと日本人の子やったことないです。よし、日本人初 YouTube ハリウッド映画。初が大切だ。行きましょう。脚本だけお願いして。監督、じゃあ、はい、今日いろいろ話してきましたけど、はい、まあ、重複するところあると思うんですけど、はい、見どころだったり、視聴者の皆さんにメッセージだったり、はい、あったらお聞かせください。はい、します。はい、37セカンズ2月7日から公開します。全国へと新宿ピカデリーから始まって、障害者っていうイメージの映画では全くないです。うん、一見はそんな感じもしないでもないんですけども、あの本当にある一人の女性が、どん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 自立をしていくという、ストーリーになっております。あのなので渋谷パルコ、はい、2月7日、はい、皆さんぜひぜひ、はい、見てください。よかったらツイートか
拡散してください。そうですね。よろしくお願いします。ハッシュタグなんですか。ハッシュタグ。今ハッシュセブンセカンド。セカンドですね。あとインスタとかあのフェイスブック全部やってますので。はい。全部ガンガン劇場でお願いします。なんていうかな、こう本当に、すみません、種飲んじゃった。レモンの種が。はい、なんていうかな、何をと思います。ね、すみません、勘弁してくれるけど。すみません。あ